さて、今回は何度も詰めてますと言っていた復活10段シリーズです。ホワイト10段に続きまして、今回は紫10段になっております。紫10段といえば、ふくむしが初めて太鼓の達人になり始めたバージョンですね。そうなんですよね。ですので、この選曲懐かしいなと思いながら叩いていたそうです。当時は紫10段なんて目指せる力量なんてありませんでしたので、当時10段取ってる人すげえって思いながら太鼓の達人やってましたね。そんなうくむしが今は復活団員で紫10段やってるのはなかなか思い出深いですね。まあ紫ハイクムシにとってもかなり思い出が多いバージョンですからね。というわけで曲の紹介に移りましょうか。1曲目はからまりの花です。正直な話をすると、これがうまくいけば多分両得できるだろうなとは思っておりました。一番精度取りにくそうな譜面ですしね。そうなんですよ。ただ去年はからまりフルコンすることすらできなかったアクヌシがここまで仕上げてきたのは驚きですけどね。復活集団シリーズが進むにつれて成長を感じますね。本当に1曲目でどれだけ耐えられるかなんですね。そうですね。欲を言えばもうちょっと他の数残してほしかった感はありますが、2曲目の青の旋律ハウプヌシの得意曲なので問題ないでしょう。こう見るとウプヌシがからまりの花の出来次第と言ったのがよくわかりますね。しわ寄せが全部3曲目にやってきますので、なかなか難しいというのはあります。なので1曲目はできるだけ手を出さないように踏ん張りましたが、それでもこれが限界でしたね。ちなみに天着はこれ耐えられるんですか？理論値では問題ないです。単位覚醒で自己ベスト更新してくれてもいいんですよ。欲
よく考えてみれば、この紫10番の3曲って全部ボーカル入ってる曲で構成されてるんですね。青の千日はもう一回ダウンに来てほしいと奥主が言ってました。そりゃあんなに得意だったら来てほしいっていうのがうなずきます。正直最後のあれがなければガスタケパダンになりそうですしね。技術に特化した譜面よりゴリゴリの体力譜面の方がウクムシは得意ですからね。それは今年のターンに詰めていた上での反省でもあります。技術を要する譜面も今後は対策しながらこの攻略シリーズ進めていってほしいです。たまにはいいこと言いますね。いつもいいこと言ってますけどね。無視しないでいただいて。はい、ゆかりさんはいつもいいことを言っていただいております。なんか軽くあしらわれた感ありますが、まあ雪虫もある程度基礎的な部分がついたというのが大きいんでしょうね。漫才してる間にウクヌシが合格してしまいましたが、あの負荷で顔を補う方法意外と頭いいですよね。いつもボケボケのダウン芸人なのに、あの瞬間だけマジで冴えてました。今日なんかちょっとだけトゲがありますよね。そんなことないですよ。ということで合格おめでとうございます。次は何を詰めるか今後のショート動画で予告していこうと思います。ゲーセン巡りも頑張ります。